スバルはね、最近ね、なんでね、英語をね、ちょっとね、話し始めたかっていうとね、なんでね、スバルがね、最近ちょくちょく英語を話してるかっていうとね、なんかスーパーチャットでね、スバルさんの声はすごく好きなんですけど、何喋ってるかマジわからなくて、みたいな。それで応援したいんですけど、なんとも言えなくてごめんなさいっていうのを聞いて、なんかスバルもごめんねってなってさ、スバルこそごめんねってなって、ちょっとでもね、こうね、いろんな人にね、ちょっとでも楽しんでもらえたらいいなと思って喋っております。まあ基本は英語、日本語なんですけど、めちゃめちゃ基本はね、日本語なんですけどね。いや、そう、なんかね、すごいね、そのスパちゃんを見たときにすごいなんかスバルも切なくなっちゃって、なんでかって言ったらね、スバルもね、すごくよく分かったの、その気持ちが。スバルもね、アベンジャーズにハマってたときにね、もう本当にね、なんかね、そのさ、アベンジャーズのさ、なんか女優さんとかがさ、話してるんだよ、そのアメリカのニュースとかでさ。で、もうその内容がわからないけどさ、でも応援したくてさ、でもさ、なんかやっぱりちょっとさ、疎外感じゃないけどさ、まあ、そこからね、英語を勉強し始めたんですけど、スバルも。そういうことなんですよ、つまりね。そう、インタビューね、字幕ないからさ、なんか、くそー、スバルの英語力がないばかりにってなってた、いつも。もっとスバルに力があればっていう感じになってた。よし、暗くねー、マジで呪われてんだけど。 too dark too dark。